皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーチャンネル担当の藤本です。今日もよろしくお願いします。米国のジョイント所有って何というタイトルで、今日は所有権、米国の所有権に関して4つコンセプトがありますので、そちらの4つをご説明したいなと思ってます。対象としてはですね、結婚や離婚や相続や贈与などで所有形態を決めないといけない人、あるいは家などを買おうかなというふうに思ってらっしゃる方、そういう方を対象にビデオを作ってみました。今日のビデオのオブジェクティブとしてはですね、一番は4つの所有形態の基礎を理解する、そして受け取る側が米国市民でないときには取り扱いが異なる場合がありますので、それを理解していただきたい。この2番目はアドバンストですよね。かなり進んだ、ここまで分かってらっしゃる方っていうのはなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思います。基礎概念からいきましょう。ジョイントテナンシー、複数で 100% ずつの財産を所有する方法、1人のオーナーが亡くなった時に自動的に所有権が他のオーナーに移る、これをライツオブサバイバーシップと呼ぶ、日本語では生存者受け取り権と言います。こちらですけれども、例というのは銀行のジョイントアカウントだと思ってください。私と家内が 100% ずつですね、銀行口座を所有しているということですよね。ですから私もそれを全額引き出す権利もあるし、家内も全額引き出す権利があると。全額引き出されてもですね、私はジョイントで持っているので、それは何も言うことができないと、そういうのがジョイントテナンシーということです。だからジョイント口座っていうのはテナンシーっていう言葉が書かれてないというか、抜かれてるというふうに理解した方が分かりやすいんじゃないかなと思っています。次にテナンシーバイザーエンタイアティということで、夫婦で 100% ずつでの不動産の共同所有形態、これはだからね、お家の所有形態っていうふうに、一般的なお家の所有形態はこれでございます。ライツオブサバイバーシップが付帯していて、でこれは全ての州で認められているわけではない。で私、ほとんどのご家庭がですね、このテナンシーバイザーエンタイエティという形で、お家不動産を所有していると思います。両方で 100% ずつ持っている、そういうことですよね。その次にテナンシーインコモンというですね、これが実はこれと対極をなす、コンセプトになってまして、ライツオブサーバイバーシップがない共有ですね、共有所有形態、所有権の割合で規定できる。これは、両方が 100% 持ってるんではなくて、両方の持ち分を足すと 100% になる、つまり 50% ということで、持ち分が分かれることをテナンシーインコモンというわけです。例えば 50% ずつ2人で所有しているという、そういうことですよね。一不動産なんか、例えばお父さんが、日本に住むお父さんが5割、私が5割持ってるとかですね、そういうケースが多いんじゃないかなと思います。それから最後に、全ての人に該当するわけじゃないんですが、9つの州でですね、使われているコミュニティプロパティ、婚姻期間中に取得した資産は夫婦で2分の1ずつ所有すると。たとえメインが1人の資産でも、メインが1人の資産でも2分の1とします、2分の1とします。米国でこの法律を採用しているのは、アリゾナ、カリフォルニア等々のですね、9つの州になります。どっちかというと西海岸の州が多いなという感じですよね。はい、これが基礎概念です。よろしいでしょうか。じゃあ次に、この表ですね、皆さんこの表はちょっとスナップショット等を撮ってですね、参考にして、今後のアクションのために参考にしていただけるといいんじゃないかなと思うんですが、ここはですね、ちょっと赤を使ってやっていきましょうか。こういうふうに持ち分の4つの所有形態を横に並べてみました。そして縦にですね、質問ですよね、ポイントを、これ正確に言うとプロベートを避けれるか、どういう割合で分けるのか、ステップアップの対象になるもの、同意が必要かどうかということで、4つのクライテリアで検討してみました。で、今度は横軸で説明します。プロベートが避けられるのは
こちらのジョイントテナンシーとテナンシーバイザーエンタイアティですよね。で、テナンシーインコモンとコミュニティプロパティは避けることができません。次に相続時の資産の割合ですけれども、これ皆さんもしじゃあ私の家庭でグリーンカードの方が多いとすればですね、受取人が市民以外の場合はですね、こう見てください、半分じゃないんですよね。ジョイントでもっても出資額のパーセンテージで分けられてしまうというのは大きなポイントになります。旦那様が全部出したならば旦那様のものだということですね。でそれに対してもし皆さんが市民であった場合、米国シティズンシップであった場合は半分ということに規定されているんです。ここが大きく違うことですよね。で、まあ、コミュニティプロパティも半分、テナンシーインコモンも、まあ、だいたい 50-50 で持っていればですね 50% ということになるわけです。で、今度はですね、夫婦でない場合は実は市民でも出資額の割合になってしまうということを覚えておいてください。そして今度ステップアップですけれども、ステップアップなんですが、こちらの場合は死亡した人の持ち分、受取人のが市民の場合は半分がステップアップされて、コミュニティプロパティは実は全ての資産がステップアップ、 100% の資産がステップアップされます。で最後のクライテリアとして、資産の処分に対する同意が必要かどうかということですが、不動産以外は必要ありませんね。ジョイント口座で家内が全額持ってても別にそういう権利がある。ただ不動産はなかなかそういうことができないようです。まあ簡単にだから売買できないという、いうことだと思うんですよね。でもちろんそのテナンシーバイザーエンタイティは必要ありということで、テナンシーインコモンは必要なし、なぜかというと所有権がぴったし分かれてますんで、私の所有権は私の自由にできる。コミュニティプロパティは残念ながら婚姻家でのですね所有形態ですので、残念じゃないですけども、必要ありということになるわけです。なかなかこう複雑なんですが、諦めないで理解するように努力してみてください。本当に基礎のポイントだけをですね抽出して作ってみました比較表になります。じゃあ今度はケーススタディをですねやっていきましょう。このケーススタディもですね、難しいといえば難しいんですが、一緒に考えていきましょう。まずちょっとタイプが1個あるんで、テナンシーバイですね、ここね、バイザーエンタイティということを、まあ、すみません失礼しました。でファクトというか仮定としてはですね、1ミリオンで買った家が今2ミリオンになっていると、ね、アメリカ人のご主人ですと。で私はグリーンカードホルダーですと。で2021年に旦那様が死亡しましたということで、その時の、まあ、クライテリアということでございますけれども、それを理解していこうということなんですよね。これまたですね、なかなかちょっと難しいんですが、どういうふうに、こうしましょうか。テナンシーバイザーエンタイアティっていうのと、テナンシーインコモンっていうのと、コミュニティプロパティというので分けましょう。ですね。で、1ミリオンで買った資産が今2ミリオンになって上がってるわけですよね。で、US シティズンの場合と、まあじゃあグリーンカードと US シティズンであった場合、この2つに分けましょう。で、US シティズンすごく分かりやすいのでやりますと、最初の購入っていうのは50万。で、シティズンですから私が全然拠出していなくても50万ドルだということになって、相続時にこの旦那様の資産がだけがステップアップされて1ミリオンになって私の方に移ってくるということですので、私が持っている現在の資産は 1.5 ミリオン、
そういう、まあ、別に市場価値という意味じゃなくて、相続税の、相続税もあとはキャピタルゲインの考え方でもそうなんですが、 1.5 ミリオンというこういう計算になります。でじゃあグリーンカードであった場合どうなるかっていうと、実はこの1ミリオンに関しては旦那様が全て出したものなので、私がグリーンカードですから持ち分でもって旦那様のどのくらいの資産なのかっていうのは決まってしまうと。そうすると全体ですね、 100% が旦那様のものだということなので、これが2ミリオンになります。ね、現在の価値は2ミリオンですから、2ミリオンという形でそれが私の方に移ってきます。ですので私の持っている資産というのは2ミリオンというそういう数字になってきているわけでございます。いいですね。ここがそのグリーンカードと US シティズンシップの違いになるわけです。で次に今度はテナンシーインコモンドだった場合っていうのは、これはもう最初からこう分かれてるわけですよね。最初からもうこういうふうに分かれた形で所有しておりますので、ですのでこれはこちらと全く同じ形になる。これが1ミリオンになって、でここで 1.5 ミリオン、ここが1ミリオンになって、こっちも50万ドルですからここで 1.5 ミリオンということになるわけです。でじゃあ今度コミュニティプロパティの場合ですが、このグリーンカードと US シティズンシップ違いはないので、こちらだけでお話ししますとですね、5ミリ50、50で、ところがですね、コミュニティプロパティの場合というのはステップアップの資産というのは全部になりますので、これが1になって、これが1ミリオンになると。そうすると、ここで自分の持ち分の評価額というのは2ミリオンになると。そういう計算になるわけです。ケーススタディで、お見せしたこのケース、お分かりいただけたでしょうか。こういう違いがあるという、ことですよね。これは、いわゆる連邦政府の税法上でのこういう計算になるということで、ございます。以上で今日はこのケーススタディ、分かっていただけたでしょうか。非常に単純化した内容ですので、何かのアクションを取られるときはですね、必ず、専門家の方にですねご相談して、アクションを取るようにしてください。そしてこちらが私どものプロフィールですね。そして常にクロスボーダーのプラクティスの仲間を募集中です。何回も言うようなので今日はちょっと走らさせていただいて、いつもみんなの仲間を募集してますので、ぜひご興味のある方はですね私の方にコンタクトしてくれるようにお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。何かご意見コメントある方はぜひコメント欄に書いてください。お待ちしてます。失礼しました。ありがとうございます。